こんにちは、ゆかりです。実は今日というか、先日になると思うんですが、はい、ちょっとね、動画アップするのにまだちょっと時間がかかると思うので、はい、薬屋さんに行ったら薬の福袋っていうのを見つけたんですよ。しかも一つだけポツーンと置いてあって、なんか残り物には福があるなんて思って、実はちょっと購入してみました。薬のね、医薬品の福袋っていうことなので、これから先もね、使う可能性あるのかななんて思って、ちょっと実はお高かったです。3300円、はい、したんですが、きっと残り物には福があると思って、はい、購入しました。それがこれなんです。これしかもこれ、こんな2つダブルでついてる、こんな感じなんですけど、ちょっとこれを開封してみたいと思います。ちょっと中身がね、何入ってるのかわからないので、これをね、見ていきたいと思います。このちっちゃいのちょっととりあえず置いといて、大きいのからいこうと思います。よいしょ。おメンソレータも U20、クリーム、第三類医薬品ですね、薬ですね、やっぱりね、はい、おお、いいかもしれない。カッコン糖、はい、これも第二医薬品ですね。本当に薬が入ってますね。あら、うがい薬、明治のうがい薬、はい、これも第三類医薬品ですね。これ目の疲れ充血に YB12、 あ、ちょうどいいかもしれない。はい、これも第二医薬品ですね。第二医薬品はキュッと、はい、おお、御嶽百草丸、はい、お腹痛の薬ですよね、はい、長野県で結構有名なんですよ、これ、はい、これ第二医薬品ですね。おお、イソジンの喉飴、こんなのあるんですね。はい、こんな、これはまあさすがにキャンディー、飴なんでね、いいですね、医薬品ではないですか。おお、第三医薬品、はい、湿布ですね、はい、それと、おやおや、重たい原因はこの子でした。チオビタドリンク、疲れた時に飲もうかな、はい、で、あとこれ、これです。あ、じゃこりゃリラックマのカレンダー、あら、これ案外可愛いかもしれません。こんな、これが3月、はい、4月、あ、いいですね、可愛い。5月、あ、お腹空いてきた、いいですね、豚も食べたい。6月、あら、7月、なんかふわっとして、私こういうの好むか。8月、かわいいですね。9月、鳥さん食べられちゃいますね。10月、11月、12月、うわ、手が動かない。あ、いいですね、これかわいい、これ使おうかな、ちょっとこの辺貼ろうかな、はい、いいな。と、百草丸のサンプル、
の使用ティッシュ3つと、サペジンが試供品4つ、なんだこれ、使いたいときにさっと取り出せる、1枚ずつ使えてとっても便利。あ、テーブル拭きそうな、まあ試供品ですよね。リポビタンで、リポビタンでじゃない、リポビタンゼロ、リポビタンゼロの試供品、吸水性に優れて乾きが早い、キッチン付近10枚入りだそうです。はい、と、キオレオピンシャプレット。疲れた時ですね。2個。カルシウムのタブレット。あ、4回分。なんだ、試供品の嵐ですね。生姜湯の試供品。はい。2個ずつか、定番の。胃を守る。胃守り。はい。お守りじゃない、胃守りなんですね。3つ目、あとはキューピーゴールドアルファプラス、ちょっと強そう、試供品、大麦若葉粉末 100% 青汁2個入ってます。包まれてました。はい。これオンリーワン、これオールインワン、は、あ、オールインワンシャンプーの試供品。スカルプケアですね。試しに使ってみようかな。なんか男性のイメージ強い。さっきのカルシウムちゃんにさ、さっきカルシウムちゃんありましたね、これ。カルシウムちゃんが全部で、あ、じゃあ、カルシウムちゃん結構。だから、なんかこれすごいな。ユンケル。ああ、ユンケルってあれなんですね、ドリンクじゃなくてもあるんですよ。粉。2つ。なんだこの試供品、楽しいですね。また大麦若葉、また2個、はい、合計で4個です、ね、4個、はい、それから、シュガーカットゼロ、ちょっと横に、大きくなりそうな私に、商品、今日からお試しください。さっきミズレーターもやったりとか、なんかいっぱいいますね。ベルリーナ L、 血行不良、冷え性改善して便秘を治す、便秘を治す、はい、これなんとか、これも試供品です。これはま
また違うよ。虫刺されかゆみラクピオンローション、これ第二薬品が多くします。地球品じゃなくて、これそれからああ生姜油が全部で1、2、3、4、生姜油は全部で4か、4個やつ。ラクラク服用ゼリー、花用1本。とりあえず私なくても飲めるかな。まあいっか。おエパリーゼ、朝に残せない疲れ、試供品、4回分。またこのラクラクが出てきちゃった。これ2つ目。はい、どうだろう。ピカピカクロス、あ、副音ですね。はい、ピカピカクロス、なんか医薬品かとかよくわからないですけどね。あ、さっきのヘパリーゼがもう2個だ、4個だから全部8個。はい、ボーニーゼリー溶けちゃった。わけわからない、いっぱい出てきすぎてわけがわからない。あ、どっか行っちゃった。あ、いて、はい、それからお部屋でシャンプー、シャワーもドライヤーもいらないか。スパッキドライシャンプー、洗い流しもいらないタイプ、試供品。こんなのあるんですね。部屋でしょ、部屋でシャンプーできるんですよね。いいんだが悪いんだがちょっと非常に分かんないんですけどね。なんだ、お肌の汚れを優しく分解します。薬部外品、あ、薬用入浴剤、ハーブエクス、普通のハーブエキスでかさつく肌にしっとり。何系とか匂いとかないですね、特に書いてない。あとはくすみリスクまでも一掃し、すっぴんを格上げ、メイク落としオイル、メイク落としオイル2回分入浴剤。なぜか本件は食べられます。まあそりゃそうでしょうね。はい、これからそれから、おお、ユースキー、今度はチューブ状、さっきね、あのありましたよね、この何だっけ、出てこないぞ名前が。これこれこれ、とこれ、それから、おお、これ気になってたんですよね。そのタイプです。睡眠の質を向上。これ使ったことあります？これ。どうなんですかね。お、石鹸、本玉石鹸。ちっちゃい試供品ですか。どんならこの大きさでいいや。あ、これ。ね、そこ売ってるんだけど。それから。絆創膏の治療品、交番、丈夫でよくつく絆創膏、はい、水仕事におすすめです。はい、あ、1枚入ってるだけじゃん、1枚、見ないか、透けないかな、1枚入ってるだけです。意外と凝ってて面白いです、これ。ほら、このベロの部分にもちゃんと印刷が入ってて、絆創膏なんですね、これね。一番とちゃんと隠れるっていう。なかなか凝ってますね、これね。はい。それから、イソジンの飴、1、2、3、4、5、6個。
めのバラ6個、はい、と、3、4、5、この飴の種類があるんでしょうかね。クリアアップル、これが5個、はい、と、最後です。この子なんつったっけ、名前が出てこない。ドキンちゃんはドキンちゃんですよね。と、この子コキンちゃん、違う、何ちゃんだったっけ、忘れちゃった、悲しい、調べたい。はい、この子、以上、これで終わり。と、もちろんこっちも終わり。これで3300円、すごい出てきましたね。はい、残り物には服がある。うん、これであれですね、とりあえず風邪薬もあるし、お腹痛の薬もあるし、うがい薬もあるし、うん、なんか力つくものもいっぱいあるし、こんなのもあるしね。はい、捻挫したらこんなのもあるし、ちょっとなんか今年1年なんとかなりそうかな。医薬品買わなくても良さそうですかね。ね、お腹痛、胃腸の関係とかですし、目がおかしくてもいつもあるし、あー、なんか初めて医薬品の福袋っていうのに出会って、しかも最後の1個寂しそうにしていたので思わず手に取ってしまいましたが、なんかこれはこれで面白いかもしれないですね。はい、そんなわけで、医薬品の福袋初めて開封してみたぞでした。ではまた、バイバイ。